はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボニンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベースは短期の調整売りには警戒しつつも、底堅く推移と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、四時間市ボリンジャーバンドトレンドの方向性示さ、赤い点線21本移動平均線上昇しております。ローソク足アと言いますと、プラス2シグマラインに絡む形で推移ということで、はい、四時間市ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、4時間シストキャスティックス売りシグナルが点灯しております。はい、こちら4時間足の一目均衡表です。形状から言いますと強い上昇トレンドの形状ということです。はい、それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは137円ちょうどレベル、137円ちょうどレベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインですね。レジスタンスラインは138円の5丸レベル、138円の5丸レベルと考えております。はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、137円ちょうどレベルから138円の5丸レベル、137円ちょうどレベルから138円の5丸レベルということです。ポイント 22時15分、ADP 雇用統計138円台突入ということで、はい、本日、ニューヨーク時間なんですけども、経済指標では22時15分2月の ADP 雇用統計、22時30分1月のアメリカの貿易収支、24時アパウエル FRB 議長の会員での議会証言ということです。はい、そういういことで 10日の本番の雇用統計を前に先行指標の ADB 雇用統計が本日発表ということです。22時15分です。はい、結果を受けまして138円台突入かということなんですけども、はい、こちらもです、ねまあ、時間の問題と考えております、はい。4時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックスが売りシグナルが点灯ということでドル円ですね、えー、と本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には 短期の調整売りには警戒しつつも底堅く推移と考えております。 はい右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座開設をすると通常の口座開設特典2000円と新規取引1回1万通貨16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典500円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。